hh-60 ペーブホークアメリカ空軍の hh-60gh-60 HH ペーブホークはアメリカ空軍向けに開発された救難ヘリコプター。UH-60 ブラックホークをもとに戦闘捜索救難任務に対応して設計、装備を改定したヘリコプターである。1978年アメリカ空軍は 戦闘捜索救難任務に用いていた HH-3 及び HH-53 の後継機を調達するための HX 計画を開始した。この計画では HH-53H で実用化されたペーブロー3システムを搭載しつつ HH-53 よりも小さい機体であることが求められていた。 搭載墓地の候補は UH-60A しかなかったため開発の主眼はこの機体にいかがにしてペーブロー3システムを搭載するかという技術的問題に集約されており1982年には海軍のランプスヘリコプターのシステム開発を担当していた IBM 社が HX 計画のミッションシステムインテグレータとして選定されたこの機体は HH-60DE ナイトホークと称されており、当初予定では1986年より、部隊配備を開始して、合計243機を調達する予定であった。機体の小型化に伴って、HH-53H より、航空機関士が1名削減されたことから、省力化も兼ねて、グラスコックピット化が図られた。 またランティンシステムの地形追従レーダーを元にした、マルチモードレーダーや、P、P-3C 紹介機のア案、ス三3 6を元にした、フリア SH、SH-60B の搭載システムを元にした、自動操縦システムなど、充実したアビオニクスが搭載される予定であった。しかしこのように装備を充実させた結果として価格は高騰し、百八十三年には、 合計調達数を155機に削減するとともに、うち86機を悪天候作戦能力などを削除した簡易型の HH-60E とすることになった。そして結局、1984年には HH-60DE ともにキャンセルされ、HH-60DE は試作機1機が完成したのみであった。 HH-60D のキャンセルとともに、HH-60D から、マルチモードレーダーや、ヘッドマウントディスプレイを削除するなど装備をさらに、簡素化した H H、HH-60A を90機、調達するように計画が変更された。これを受けて、上記の HH-60D 試作機は、 HH-60A 仕様に改装されて1985年7月3日に初飛行したが、財政的な問題から、結局は、こちらの調達も実現しなかった。空軍は HH、HH-60D の乗員訓練用として、UH-60A ヘリコプター10機を調達しており、1982年から1983年にかけて配備されていた。 HH-60D の計画中止後、これらの機体は、シコルスキー社において、空中給油用のプローブや、追加燃料タンクの増設などの回収を受け、非公式に、クレディブルホークと称された。その後、ペンサコーラ海軍航空基地において、ミッションシステムの搭載が行われた。これは、ドップラー、完成工法装置や電子地図、 戦術広報装置、RDR-14 軽量気象、グラウンドマッピングレーダー、一区単波通信機、衛星通信機、そしてペイブロー、スリーと同型の前方監視型赤外線装置、などから構成されており、またドアガンとして50後継基準も追加された。これらの回収機は1990年より配備を開始した。回収機に加えて、 1987年度には9機が追加調達された後、1988年度から1992年度にかけて84機が調達されたほか、1997年にはさらに8機が調達された。当初、これらの機体はメガヘルツマイナス 60G と称されていたが、1992年に1月1日にザール任務に供される82機が、 hh-60g と解消された。一方、特殊作戦任務に供されていた16機は、引き続きメガヘルツ6 0 g と称されていたが、2000年初頭には、このうち残っていた9機も hh-60g と称されるようになった。これらのうち、1989年度以降に、調達された機体は -701c エンジンを搭載しており、 これ以前に調達された機体も1999年11月より順次にエンジンの乾燥が行われた。また同じく1999年からはミッションシステムを対象とするブロック152 u シーン U 改修回収も着手された。これは通信、広報などのアビオニクスや自衛用の電子戦装備を強化するとともに ミル STD-1553 データバスによる統合を図っている。また、兵器用のマウントシステムも強化されて、GAU-21A50 後継機銃の運用に対応した。出展、ジャクソン2004、ピアニッシ六十766-767所言、性能武装2013年8月5日、沖縄県のキャンプハンセンシキチ内において、 HH-60G が一気墜落、上位に4名中1名が死亡した。この機体は、第5空軍第18航空団の、第33救難飛行隊に所属する機だった。HH-60G の老朽化、陳腐化に伴って、2005年には、次期戦闘捜索救難ヘリコプター計画についての、提案要求が行われた。その後、 2006年11月に一度は、ボーイング社が提案した HH、HH-47 が採用されたものの、異議申し立てを受けて、再検討され、計画名を CRH に変更して、2010年には、陸軍向けの UH-60M をベースとした、機体の採用が決定された。これによって開発されたのが HH、HH-60W で、 2014年度予算で試験機4機が発注されて、1号機は2019年5月23日に初飛行し、この際にジョリーグリーン2のポピュラーネームが付与された。エンジンは UH-60M と同じく T700、g e 7 0 1 d を搭載し、改良型ギアボックスや幅広ローターなどで性能を向上させている。 またコクピットからキャビンにかけて床面に BPS 総看板を敷き詰めたほか、乗員4名及び救難員などの座席も対談仕様となっている。コクピットはデジタル化されており、軽基板は4面の MFD-268 多機能ディスプレイから構成されている。またセンサ類も更新されており、これに伴って HH-60G では、 機種左側にあったレドームが中央に突き出す形状となって外見上の識別点となった。エ同ムドを機に続いて2017年度にはシステム試験用の機体が動き、また2019年度からは量産機の発注も開始された。2020年11月からは実施部隊への配備も開始されている。ありがとうございます。